はい、ゆうです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日もこちらロサンゼルスからお届けしています。で、今ねロサンゼルス2024年の1月なんですけども、東京に比べてはめちゃめちゃ暖かく、今ねこのフーディの上にねジャケット1枚でバイク乗れてます。まあ、東京だとねもうダウンジャケット必須じゃないともうバイク乗れないと思うんですけども、今ねヒートテックの極暖も着てないですし、 T シャツ着てフーディー着てジャケット着てっていう、まあ日本でいうと秋ぐらいの装いでこのね1月もバイク乗れるので、非常にこのロサンゼルスねバイク乗るには最高な場所だなと思いますね。で、まあこのバイクゲットしてから初めてね冬迎えているんですけども、こんなにも暖かいとは思わなくて、一応ダウンジャケットとか持ってきているんですけども、多分ね着ることないかなと思いますね。今が一番寒いみたいなんで、一番寒いのがこのぐらいの寒さであればもうそんなに厚手のダウンとかめっちゃ着込まなくてもいいかなと思います。で、今日なんですけども、今日は今ね被っているショーウェイの Z8 ヘルメットですねと同じくショーウェイのグラムスター、どっちがいいのか、まあ個人的な感想ですね、その辺をお伝えしたいなと思います。で、まあこれあくまでも個人的な感想なんで、まあ、ヘルメットのねフィーリングって十人十色あると思うので、あくまでも自分個人の意見として聞いていただければなと思います。で、まず結論から言うと、どっちが自分的にはおすすめかっていうと、圧倒的に Z8 の方がおすすめですね。で、理由としてはやっぱりこの静音性とこのヘルメットのフィーリングですね、この被った時のタイト感、装着感、着心地、その辺もろもろが自分はね、あの Z8 の方が合ってるなと思ってます。で、実は先日ね東京に少し行ったんですけども、その時このロサンゼルスで被ってる Z8 を持っていかなくて、グラムスターをね結構メインで使っていたんですよね、東京にいる間で。まあその時はまあ仕方なくというか、まあ新たにね Z8 を買いたくもなかったので、あのグラムスターで過ごしていたんですけども、またねこのロサンゼルスに戻ってきてこの Z8 をかぶってみると、やっぱりねあの Z8 いいなって思うところがたくさんあって、まあその辺を説明していこうかなと思います。先ほども言ったんですけども、静音性ですね、やっぱりね静音性はね Z8 の方がねいいですね、圧倒的に。もちろんグラムスターがいけないっていうわけじゃないんですよね、いけてないっていうわけじゃなくて、あのこの Z8 が多分良すぎる感じだと思うんですよね。まあ、他にもいくつかヘルメット持っているんですけども、やっぱりねこの Z8 の静音性は本当にね素晴らしいなと思いますね。もちろんね外の音もちゃんと聞こえるんですよ、こういうマフラーの音だったりとか、あとクラクション鳴らされた時の音とかはもちろん聞こえるんですけども、このストレスのない感じ、風切り音とか含めて、そこが本当にスムーズで、もう何時間乗っても苦痛じゃない感じなんですよね。で、今ちょっと話にも出ましたけど、風切り音がやっぱ圧倒的に少ないですね。まあ、そこそこのスピードで走っても全然こう風切り音がないので、疲れないっていうところが結構大きいですね。まあ、グラムスターも省エネのプロダクトなんで、風切り音が少ない方だと思うんですよね、ああいうタイプにしては。でもそれ以上のクオリティがやっぱりこの Z8 にはあるなってつくづく感じますね。で、2つ目に違うところは、かぶった時のタイト感ですね。まあこれは中のパッドを調節すればいいのかもしれないですけども、まあ自分の場合はこの Z8 もグラムスターも同じ XL っていうものを使っていて、なおかつグラムスターに関してはライコランド東雲店のヘルメットのサイズを測ってくれる方に測っていただいて、もうジャストサイズで選んでいるところはあるんですけども、まあそれを加味したとしても、このショーウェイ Z8 のホールド感、このほっぺたのところの
パッドがやっぱしっかり厚くてホールドされてるのでブレが少ないっていうところはやっぱ違うなと思いますね。まあ人によってはそのホールド感がタイトすぎてちょっときついっていう人もいるかもしれないですけども、自分はグラムスターかぶってその後にこのショーウェイの Z8 をかぶってみるとこのほっぺたのホールド感が安心するというか、これはね本当ブレがないので遊びがないって言ったらいいのかもしれないですけども、本当にフィットしてる感じがしてめっちゃ快適にバイク乗れてます。でベンチレーションの仕組みも多分いくつか違う部分はあると思うんですよね。多分 Z8 の方がベンチレーションの機能としては高くて、ただ自分あのベンチレーションほとんど使ってないんですよね。今ベンチレーション開けちゃうと特に口元は風が入ってきてマイク拾っちゃうので、おでこの部分にもベンチレーションあるんですけども、それは基本的には使ってないですね。まあここまで Z8 を押しているんですけども、かといってグラムスターがいけないかって言われると全然そんなこともなくて、グラムスターはグラムスターですごい自分好きなんですよね。結局のところ乗っているバイクにマッチするかマッチしないかで全て決まると思うんですよね。まあ、Z8 ってどちらかというとスポーティーな感じなので、ハーレーでいうとミルウォーキー8とかダイナとかに合うとは思うんですけども、例えばショエルとかに Z8 が合うかって言われると多分ねアンマッチな気がしてて、まあ、ショベルとかはやっぱりどちらかというとクラシカルなヘルメットがいいかなと思うので、まあ、ショベルとかであれば Z8 よりはグラムスターの方がマッチするかなと思います。まあ、自分の場合はねこういうダイナとか M8 とか、まあ、ショベルも比較的こう綺麗にリビルトしてあるタイプなので、そういうバイクは全然この Z8 でも合うかなと思うんですけども、結構やれてる感あるバイクとかだと、まあそもそもショーウェイのヘルメットが合うかって言われると微妙なところで、本当にやっぱりオーシャンビートルとかベルとかブコとかああいう方がやっぱ似合うかなと思うんですけども、ただしね安全性を考えるとやっぱりショーウェイのねヘルメットは一つあってもいいのかなと思います。まあそういう意味ではねクラシックタイプのバイク乗ってる方はグラムスターありかなと思います。まあ、自分はねあの Z8 とグラムスター両方持っているので比較ができますけど、ただ被ってみるのとこう被って実際乗ってみるのは全然違うので、まあその辺もねこう乗った人の感想として聞いていただければなと思います。で元ブログを撮るっていう前提であれば Z8 の方がいいかなと思います。それはさっきも言ったんですけども、ヘルメットの中の風切り音が少ないっていうのが圧倒的に違うので、マイクでね雑音を拾う拾わない結構元ブログやる上では重要だと思うので、そういう意味では元ブログをねやるという意味では Z8 の方が自分はいいかなと思います。まあ本当はねこう洗いとか他のヘルメットもねかぶって比較をすればいいんですけども、ちょっと自分洗いのヘルメットとか持ってないんで比較にはできないんですけども、ただねショーウェイの Z8 本当にすごいいいヘルメットなんで、気になる方はねぜひチェックしていただければなと思います。まあアメリカではね結構飛ばすというか、そもそも走行するスピードが日本とはちょっと違うので、まあアメリカの方がね速いんですよね、走行スピードが平均的に。こういう一般道とかでもまあ80キロとかそのぐらいは普通に出すんで、でフリーウェイとか行くともう110キロ120キロで走るの結構ザラなので、そうなるとやっぱりこの風切り音到着感っていうのは非常にね顕著に現れてくるので、ヘルメットのね重要性ってものすごい大切なんだなって感じます。そんな感じで今日はねあのショーウェイのヘルメット Z8 とグラムスター、まあ、両方かぶってみてねどっちがおすすめなのかっていうのをね動画にしてみました。またね違うヘルメットゲットしたらそちらの方もね動画にしてみようかなと思いますので、ぜひねチェックしていただければなと思います。この動画ではバイクをはじめ自分の興味あることをご紹介しておりますので、いいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。あと Twitter、Instagram やってますので、そちらもチェックしていただければなと思います。ではでは。そんな感じで今ね海沿いを走りに行こうかなと思って走ってます。まあもう少しでねいつも行くセブンイレブンに行くんで、そこまでで終わりたいなと思うんですけども、ロサンゼルスの冬はこんなに快適だと思わなかったですね。最高ですね。
いやー冬もねたくさんバイク乗れそうなのでこの感じでずっと晴れてほしいですね。そんな感じで、ご視聴ありがとうございました。